欧州連合の予算。欧州連合の予算では、加盟27カ国とは別に独自の議会や執行機関を持つ欧州連合の財政、予算の制度や状況について解説する。欧州連合では加盟国間で共通の法規が施行され、欧州連合全体としての共通政策に対する支出が行われている。これをまかなうために、 欧州連合では2007年度で1160億ユーロ規模の予算が承認され、また2007年から2013年の予算総額の規模としては8620億ユーロとすることが合意されている。この額は欧州連合の域内総生産のおよそ1%に当たる。なお比較として、イギリスの2004年の歳出規模は7590億ユーロで、 フランスは8 1 0億ユーロであった。また1960年の欧州連合、当時は欧州経済共同体の予算規模は GDP の0.03%であった。欧州連合には欧州連合理事会、欧州委員会、欧州議会の3つの運営機構が設置されており、この3社すべてが毎年の欧州連合予算の決定に携わる。単年度、あるいは 複数年度の予算はその対象期間の前に決められるが各加盟国の拠出額は予算年度が終了し歳入、歳出額が判明するまで決定することができない。また欧州連合の歳入とイギリスからの拠出金のバランスによって変動する対英優遇措置の算定も予算額の最終決定に影響する。欧州連合は加盟国の国庫からの支払い金を 受け取ることで、欧州連合の市民から間接的に歳入の多くを得ている。歳入は大きく三つに分類される。伝統的固有財源とは、欧州連合に代わって上乗せされる税で、これは主に欧州連合域内に輸入される商品に課される関税である。この税を徴収しているのは、輸入された商品が到着し、域内での流通が開始された国の政府である。 なお各国は、この運用にかかる費用を賄うため、徴収した関税の25%を受け取ることが認められいる。欧州委員会では加盟国による伝統的固有財源の徴収を調査する人員を派遣する制度を実施しており、法規に従って徴収がなされているかを確認している。ある国が伝統的固有財源の徴収を適切に行っていなければ、そのために、 別の国が余計な財源負担を強いられることになり、このため、税務当局では、利害衝突の潜在的な対象となっている。しかしながら、各国では、徴収の実施に際しての過失により適切な歳入を得られなくても、これが黙認されているという状況がある。付加価値税に基づく固有財源とは、欧州連合の市民に課される税で、各加盟国において徴収された。 付加価値税の一部である。付加価値税の税率や、課税対象外商品は国によって異なるため、統一された課税基準による算定法が用いられ、これにより欧州連合に支払われる財源が決められている。この財源の算定基準となっているのは、各国で徴収された付加価値税の総額であるが、この総額に対して、それぞれの国ごとで施行されている。 付加価値税率の過重平均から中間の課税基準を策定して調整し、また付加価値税が課されない特定商品に関しても調整がなされる。基準額には上限が決められており、その国の国民総所得の50%を超えてはならないとされている。これらによって算出された額に対してコール金利を適用した額が欧州連合に支払われる。 コール金利は一部の国で異なるものであるが、大体が0.33%である。2007年から2013年にかけて適用される。率はオーストリアで0.225%、ドイツで0.15%、オランダとスウェーデンで0.1%となっている。加盟国は、付加価値税の税収額を、 欧州連合に対して予算年度終了後から7月までに報告することが求められる。欧州連合は欧州委員会の予算総局や税制、関税同盟総局の職員による訪問の実施も含むて各国から提出された報告書が適切なものか調査し、その結果を対象国に示している。調査報告書で問題が指摘された場合、 当時国はそれに対処し欧州連合との協議を行って、双方の合意をまとめる欧州司法裁判所の判断を仰ぐことになる。各加盟国の代表者からなる固有財源諮問委員会においても欧州連合の調査報告書を受け取って議論を行っている。2006年には9カ国で監査官の調査が行われ、その監査官には調査初参加となる新規加盟5カ国出身者も、 含まれていた。2007年には11カ国を対象とする調査が行われる。欧州連合では一度の調査で3年度分の監査を行っている。GNI に基づく固有財源は欧州連合の資金の最大部を占めており、加盟国の GNI 費に基づいて算出されるものである。この財源は年度ごとにある引き上げることが可能で、その額は予算全体額を確保するために、 規定の範囲内で調節することができる。この上限は欧州連合全体の GNI の1.24%に制限されている。GNI は予算総局に代わってユーロスタットの専門職員が定められた規則に従って算定している。各加盟国は当該予算年度が開始される直前の9月22日までに算定の基本となる情報を提示しなければならない。 また、監査官による訪問調査や対立事案の解決のための協議が行われることもある。なお算定に関して、いずれの加盟国も欧州委員会と何らかの合意を設定していない。加盟国による欧州委員会に対する支払いは毎月行われている。固有財源の支払いは徴収されるたびに月一度行われているが、付加価値税や GNI の変動による月ごとの 返礼金の支払いはその年度の予算未使に基づいて、直後の修正に従って行われる。その他の歳入は、欧州連合予算全体のおよそ1%を占めている。この歳入には、預金や支払い遅延による、利子、非欧州連合機関からの支払い、共同体の各種計画事業からの収入、全年度予算の剰預金が含まれる。 歳出の中で最も大きな割合を占めているのが、共通農業政策関連の支出であり、予算全体の45%に達している。次に大きいのが、地域政策の30%、外交政策の8%、運営費用の6%、調査研究費の5%と続く。以下の表は、 予算全体に対する各国からの負担額と予算執行による各国への支出額の割合である。この表ではイギリスに対する優遇特例措置2006年においてはおよそ48億ユーロを含めたものとっている。またルクセンブルク、ベルギー、フランスに対する歳出額にはこれらの国に置かれている各機関の支出が含まれている。欧州委員会では 欧州連合の予算の将来についての議論を始めている。欧州委員会では、この議論の主要な争点を公開しており、広く意見を求めている。ブルッセル自由大学欧州研究所教授、アンドレ・サピールはいわゆるサピール報告書の中において、次のように批判している。アズ i ットスタンズトレ o イン 2003, e u バジェットイズ、エイヒストリカルレリック r クスペンディチャース。 レバヌズプリシジャースはオールインキンシステント、ウィズザ、プレゼントフューチャーステイチューブ EU インテグレーション。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。